はい、本日はですね、今からダウンジャケットの、温度を検証していきたいなと思います。ちなみにこちらは大人気企画コーナーとなっておりまして、第3弾ということになっているんですが、第1弾第2弾は動画説明欄に貼っているので見てくださいということで、今から何をするかというとですね、この寒い雪の中に一人の男がいるわけなんですね。でこの男は中にロンT1枚を着ているんですね。で今はこうやってダウンジャケット着てるからまだあったかいんですけど、もう先っちょはね、手の感覚がない状態で鼻も真っ赤になってるんですけど、ロンT1枚でここに温度計とかがあるので、これで温度を測ってどのダウンジャケットが一番あったかいかっていう検証したいんですが、今回使うダウンジャケットというのはですね、安いダウンジャケット、そして高いダウンジャケット、これはどんだけ温度が違うんだろうかと。安い方はだいたい1万円台、高い方は10万円オーバーということで、だいたい値段の差はですね10倍近くあるけど、まあ、温度の差は10倍もあるのかっていうのはですね、まあ、検証してみたいだなと思います。で、まあ、場所はしっかりこんだけ雪降ってればもう申し分ないでしょうと、もうこれ以上のない絶好のね、検証のシーンということになってるんですが、もう次はですね、僕の口が凍ってきそうなんで始めたいなと思います。では次こっちの画面に切り替えますね。ただいまがですね、温度が、外気の温度が 3.1 度、一番寒いですね今まで。で、この先っちょがですね、なんと 0.1 マイナス 0.1 度ということで、めちゃくちゃ寒いので、ちょっとダウンジャケット脱ぎますね。もちろん中は何も着ておりません。ダウン取ってくるわ。うん、多分な、今日が一番過酷やな。うん、そうだね、寒いね。まずどれから行きましょうか。ユニクロのさ、うん、黒の、そう。はい、開けれる？大丈夫？うん、開けます。ではこの胸ポケットに入れて検証します。よいしょと。まあ、過去3回の今までやったけども、うん、まあ、体感でなんとなく分かんないけどさ、まあよう言っても20はいかんわ。やっぱさ、バターがさ薄いねんな、ちょっと少ない。終わりました。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今から温度を見てもらいたいなと思うんですが、僕の予想ではですね18度という予想したいなと思うんですが、嫁さんお願いします。はい、ぴったし、ぴったり賞です。そう、じゃあ次18点何度か当てましょうか。 18.6。 えっ、おいでおいでおいで、今上がったすごい。いやもう3回も検証したら当てれるようになってくるぴったりと。すごいぴったり賞だ。これはぴったり賞で帰ったら、うんうん、松阪牛よろしいですか。はい、はい、今日も帰る、ね、はい、はい、ということで、やったんですが、ちょっと感想だけ言わせてほしいんだけど、はい、感想としては、はい、やっぱワタがちょっと少ない。普段着てるダウンジャケットはもっとワタが多いイメージやったから、あ、やっぱちょっとワタが薄いなっていう感じはしたけど、まあでも風とかは防いでくれてる感じはありました。はい、というのが18度でした。では次の水沢ダウンに行きたいなと思います。これとそっくりなんですけど、水沢ダウンは10万ぐらいするんですが、それに行きたいなと思います。脱ぎます。はい、過酷やな今回。過酷、超寒い、手が痛い。はい、よっしゃ、お願いします、はい、では行きたいなと思います。あ、映りますよ。はい、はい、では行きたいなと思います。次は水沢ダウン行きます。あ、何が何だかはい、行きますよ。はい、よーい、スタート。はい、こっち。もう来年とかはこんな体張らんでようになりたいよな。正直さ、あったかさはさ、まあ、ユニクロに比べたらあるけども、だけどそんな10倍もちゃうかっていうことはないねんけど、もちろんな。ただやっぱさ、これたまにマッチでも使って大阪市内とか使ったりするけどさ、ちょっと電車乗って暑いなと思ったらベンチレーション開けたりもできんねん、もう脇についてる。そういう
のはやっぱ便利やなと思うけど、ただそこに10倍の価値があるかって言われたら人それぞれやな。これでもさ、前ノースフェイスのヌプシはあったかくて28度とかあったけど、同じ状況で多分やったら28は出えへんな。こんだけ寒かったらさすがに28も25も出えへんやろな。まあまたいずれね、その最強ダウン決定戦はやりますんで、お楽しみに。なります。あ、そうです。いいよ、いいよ、いいよ。ありがとうございます。はい。はい、はい、OK。OK。はい、それではですね、温度が結果出ましたので、はい、知りたいなと思いますが、はい、僕まだ見てないです。温度予想いきますね。はい。20度。ぶ。19。点。7。ねえ、すごいね。またぴったりだよ。だいたいね、もう検証やってたらもう正確に 0.1 度まで気温経過っていうぐらい分かるようになりました。いやもうそれたまたまやけどさ、うん、そうだと思うわ。まあ温度的には1度しか変わらんのか。そうね。だからそんな正直変わらん感じはするけど、うん、ただこんだけ雪積もってる極寒の中の1度は結構ちゃうよ。うん、あ、本当。もう体感ではな。へへ。だから街中の大阪市内とかやったら変わらんかもしれんけど、こんだけ寒かったら違うかなと思いますので、ちょっと目開けれんくなってきたので次に行きたいなと思います。急げ急げ。OK ですか？あー、そういうの、はい、OK ですか？じゃあ行きたいなと思います。はい、スタート。スターティンって言ってくれるんですか？スターティン。行こう。さすがにこれはあったかくないとな。そうね、そうね。あまりにも寒すぎて喋ることを忘れてしまいそうです。あ、正直さ、やっぱりさ、カナダとかでさ、寒い国こういうロングだけ着てるやんか。やっぱ理由わかるな。腰からもっと入ってこないけど、やっぱさっきの形はユニクロもミスサーダーも多少腰から入ってこない。でもこういうのはあんま腰から入ってこないから、それもあったかい、熱が逃げてない、そんな気はする。ただ寒いだけやねやったら全然ショートだけでいいねんけど、うん、風吹くんやったらやっぱロングだけやわ。だから街中で寒いんやったら全然ショートでいいねんけど、うん、雪国とかこういう何もないとこで寒いんやったら絶対ロングでやるといいや。はい、終わりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこっちのカメラいきますね。はい、無事10分経ちました。はい、ちょっと今回は暖かく感じるので、予想したいなと思うんですが、うん、このユニクロの、ロングタイプのダウンジャケット、うん、20.4 度。ぶ。じゃあ答え言ってもらっていいですか？ 20.0 です。トークン君、なんか電池なくなってるから早く。はい、ということで、20.0、うん、ってことは一番これが今のところ暖かいんか。そうだね。はい、ということで、次はこれと似てるジャケットのカナダグースに行きたいなと思います。カナダグースは、シャトーというモデルなんですが、13万円ぐらいするので、ほんま10倍ぐらいの値段すると思うんですが、そっちに移りたいなと思います。いきまーしょ。あ、オッケーオッケー。サーブー、サビー。いいよ。はい、開始してまーす。はい。温度はさ、やっぱちょっとこれが一番高いんちゃうかなと思う。はい、なりました。はい、ありがとうございます。それでは4着目、最後カナダグース終わりました。はい、予想していいですか？はい。21。
ぶ。22。ぶ。わからん。わからん。答えお願いします。20.2。おお。あれ？さっきのユニクロ。ユニクロ20.1。ああ。まあでも一番あったかいのはこれなんか。まあまあ微妙な誤差で。はい、ということで以上出たんですけども、これが今のところ一番あったかいって感じだったんですが、まあやっぱリアルファー使ってるっていうのはだいぶね、この首元の風入ってこないのは助かったんですけども、最後まあこれが現場カラーっていうことになってますので、現場カラーはこんな感じでした。はい、ということで、現場の拓堂さん、寒い中お疲れ様でした。こちらスタジオ戻ってきたんですけども、まずね結果発表からしたいなと思います。結果発表はですね、まずユニクロ、一番最初のユニクロが 18.6 度。これは一番最初に測ったから温度出るかなと思ったんですけど、意外とそんな出えへんかって。で2位がですね、まあ順番通りなんですけどね、水沢ダウンが 19.7 度。2位じゃないわ、第4位ですね、19.7 度。そして第2位が、ユニクロのロングコートのやつが 20.1 度ですね。で、カナダグースが、最後に博多が 20.2 度ということになってはいてるんですけども、だいたい基本的にはこれずっと外におればおるだけ体温下がってくるんですよね。だからめちゃくちゃ寒くなってくるから、後半の方が温度上がりづらいんですけど、それでもどんどん温度が上に上がっていったっていうところを見ると、まあこのランキングはまあ間違いないんかなというふうには思います。でまあ来た感想なんですけどね、来た感想がどうやったかというとですね、まあ、めちゃくちゃそんな変わったかと言われるとそんな変わらんかったですよね。あんまりどれも変わらんくて、まあ、ほんな別にユニクロでも高いやつでも変わらんやんけっていう感じはあると思うんですけど、やっぱりそれはあれですよね、ロングの丈長いやつになったりしたら、ちょっとなんていうんですか、ユニクロにしてもカナダグースにしてもやっぱ腰から入ってくる風が一気になくなってくるので、まあ、途中でも言ってたんですけど、やっぱ雪国とか寒いとことか風めっちゃ吹くとこはロング丈の方がいいやろうし、逆にこう市内とかでおるんやったら、ただ寒いだけ風吹かへんのやったらもうショートだけでも全然いいと思うんですけど、まあ温度差はそんな変わらなかったかなと思います、正直。だから結構せっかく高いダウン買ったって言っても、まあそれ以外のねプラスアルファの部分が結構違うので、まあそれは以前比較動画を出しているので、そこ見てもらえればいいんかなとは思うんですけど、まあ人によってこの1度が違うという人もいてれば、いや1度ぐらいだったら変わらないのという人もいてるやろうし、まあ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 そんな感じですね。あ、そうですね、実はですね、一番最後5着目にちょうどその時着ていたオレンジのナンガのダウンジャケット、ホワイトレーベルってやつあるんですけど、めちゃくちゃ数値の高いやつあるんですよ、高級ダウンみたいなやつがあるんですけど、それでも測ってみようと思って測ってみたんですよね。でそれで測ってみるとですね、やっぱり温度結構高くて、一番最後に測ってるのにもかかわらず、体キンキンに冷え切ってるのにもかかわらず、数値的には一番高い数値が出たんで、まあいずれね、最強ダウン決定戦やるにしても、まあ、このナンガはかなり上位に入ってくるやろうなと思います。で、実はですね、もう撮影してたのが1月1日なんですね。お前正月の元旦から撮影なんかしてんのかいって感じだと思うんですけど、まあ、必死になんとか撮影がし終わったので、まあ、本当にお疲れさんでしたということにはなっていますね。はい、なのでまあ今回の検証としては、別にまあ高いダウンジャケットでも安いダウンジャケットでもそんなに保温力がびっくりするほどは変わらへんと、あとは細かい部分の違い、それは以前比較動画出したんで、それでなんかこうジップがついてるとか温度調節ができるとかいろいろあると思うんですけど、まあ、防水機能がついてるとか、まあ、いろいろそんなあると思うんで、そういうところが違ってくるんだなというところになってるかなと思いますので、まあ、今日は検証これで終わりたいなと思います。本日はですね、ユニクロ VS 高級ダウンジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。